一面に白いそばの花が咲き揃っています。そしてその奥には広大な会津盆地が見渡せます。今時期ですと町全体的にこういったそばの花がいろいろなところで咲いておりますので、そういったものを楽しんでいただきながら、あと道の駅ですとかそういったところでご食事を楽しんでいただけるのが一番かなと思います。抜かり終わった後ぐらい